妙谷駅は兵庫県神戸市須磨区中落合にある神戸市営地下鉄、精神山手線の駅である。駅番号は S12。線路名称上は当駅を境に新長田方が精神線、精神中央方が精神のべ新線となり、建設に際しての補助金面での違いがある。駅イメージテーマは春であり、それに合わせて開業時に、 駅舎の西側の壁面には、春の風と名付けられ壁画が設置され、ホームののり面部分には春に花が咲く樹木が植栽された。第二次世界大戦中の国家総動員法による放射線道路建築予定地を利用し地下鉄、精神線が建設された。妙谷駅は、すっぽこ谷の妙谷と言われた、石灰岩の草深い谷に建設された。地上1階に、コンコース、 改札があり、地下1階に、プラットホームがある、地上放り割り式駅である。ホームは2面4線で、1.4番線が本線である。かつて快速が運転されていた頃にはこの駅で、緩急接続が行われており、1.4番線に、快速が2.3番線に普通が停車していた。また、隣接して乗務員区所の妙だに乗務区があるため、 一部列車は当駅で乗務員交代が行われる夜間対白設定駅である。明田に駅ビル基本的に外側2線を新神戸方面西神中央方面の電車が使用し内側2線を当駅始発及び当駅止まりの電車が使用するが深夜時間帯に新神戸方面からの当駅止まりの列車が4番線到着後そのまま夜間対白となり それ以降の新神戸方面からの精神、中央駅電車が3番線を使用する場合もある。ホーム2019年度の1日平均乗車人員は25,407人である。精神、山手線の駅では、三宮駅に次ぐ第2位であり、乗り換え駅がない単独駅では第1位。スマ内の鉄道駅では最も利用客が多い。駅近辺は、 大丸百貨店や大英を各店舗とする商業施設スマパティオが併設されている。また、当駅を発着するバス路線も多く、朝夕のラッシュ時は混雑する。近年の1日平均乗車人員の推移は下評の通り。2002年度以降は減少傾向にあり、2012年度には第3位の静清中央駅との差が341人まで縮まった。その後、 2013年度には、妙谷駅が微増したのに対し、精神中央駅が微減となり、差は1504人に広がった。改札口スマパティを、妙谷センタービルスマニュータウンの中心地であり、駅には大型ショッピングセンターが隣接する。線路面の海抜は約98メートル。なお、駅周辺の地名は、落合であり、本来の妙谷地区は、福田川を、 数キロメートル下ったタルミク北部のタルミ JGT 付近を含むタルミクミオダニ町である。スマニュータウン内徒歩10分から20分半急日照ストアミオダニ店、小島ニューミオダニ店、駅前バスターミナル駅前にはバスターミナルがあり、タルミク方面を山陽バスが北スマニュータウン内を神戸市営バスがイカワダニ方面を新規バスが担当する。バス乗り場は、 東から見ると L 字型になっている。最も改札から遠い乗り場が1でまで続いている。乗り場は乗り場の北側とその乗り場の東側にある。ありがとうございます。